はい、はい、というわけで始まりました、続きはウェブででございますけどね。はい、今週も、はい、まあ本編ではまあ思ったよりはちゃんとやれたような気がするんですけど日本語を勉強したね。はい、うん、ちゃんと駅前留学の成果が、出まして、しっかり、伝えるべきことを伝え切ったと思いきやですね、はい、うん、何やら忘れたこともあったりなかったりという、そうだね、ことだという感じなんですけど、うん、うん、なんですけど、はい、はい、いいか、はい、え、いや、あれですよ、ラジオってね、本編で、うん、この続きはウェブでちょっと言いますので検索してみてくださいねとか言っておきながらですよ。それでもしですよ、本当にラジオ聞いてた人がですよ、してくれてた人がちゃんと本当に検索してくれて、ここに仮にたどり着いてくれた人がいたとしてですよ、それでいやーいいかっていういやひどい話ですよ。それはね、はい、それはダメだよ。それはちょっとあれだね。ダメよ、はい、言ったことはやらなきゃならない。そうですね。ね、はい、はい、まずは、はい、あさってライブ。あ、ね、違う、これが上がってるから、まあ、明日、まあ、明日17日ね。マカナでライブがやります。はい、オーラスで出ます。はい、で、28日にコンタドルアイゼンで、はい、ロッカテリアでライブがあると。はい、伝えたね、これね、我々、ね、のことね、はいはい、なんでね、はい、一つね、はい、昔作った曲をね、はい、なんつうの、こういろいろこういうやつ、こういうやつなんですか、なんかあれですか、寮かなんかですか、その、はい、ね、地引きやなんか投げ縄とかなね、はい、でもまあCD 役とかは別に考えてないんですけど、はい、まあ、配信かなんかしようかなと思っていたんです、うん、はいはい、でね、前 CD で出した曲とかね、はい、そこからもチョイスして、はい、なんかいい感じにこうまとめたやつと、はいはいはい、それとね、全くもって誰も聞いたことがない曲、はい、あるんです。もう録音だけもう終わってるやつとかね、でもう何十何年間か僕のパソコンの中で眠り続けた、それは相当ちょっともう熟成されたやつね、熟成ですね、うん、やつがあるんですが、そいつをねポイッとこうね、はい、こんなんだよっていうふうにしようと思ったんだけども、はい、いい？俺ね、絵が下手なの。いやでもなんか、いや、あれはあれで、いや、僕は結構いいんじゃないかなと思いますけどね。いいのかな。結局ね、配信するにしても何にしても、ジャケットが欲しいじゃん。そうで、写真とかでもいいんだろうけれども、うん、なんか絵がいいの。なるほど。絵っていうかね、なんかそういうのがいいんだけど、まあ、描けないわ。まあ知ってる人は知ってるでしょうけれどもね、はいはいはい、だいたい小学3年生ぐらいと同じの教室に俺の絵が貼ってあっても、うん、ああコンタ君頑張ったねっていう感じだと思うんよ。はははは、うん、それでいい？いやいや、まあまあそれはそれで一応花丸とか書いておけばいいんです。ああ、そういうこと、うん、ああ、なるほどね、はい、そうしたらちょっといいか、うん、なるほどね、よかねえなるほど、うん、そうなの、だからね、どうしようかなと思って、うんうん、いたんですよ。誰かいませんかっていうことを、そう、だから誰かね、絵が得意でね、はい、書いてあげるよ、じゃあ君のためにっていう人がいたらね、なるほど、いいなって言ったんです。でもどんな絵とかも何にも伝えてないけどね、うんうんうん、丸投げですかそういうわけじゃないんだけど、はい、今この場で言うのもなんだけど、ね、ああ、まあまあまあ、ね、なるほど、うん、絵が得意な人がいたらお友達になってくださいああ、そういえば、先週から、リックローラーのしげさん、ゲスト来てもらったんですけど、うん、その最近リックローラーの、なんか、その、絵をね、うん、描いてくれたのがあって、うん、めちゃめちゃかっこいいですよ。マジで？いや、本当に。
うん、あのちょっと後で見せますよこれ、うんうん、これはあのなんかプロのイラストレーターの方だと思うんだけど、へ、あれはいいと思いますよ、すごい、はい、いいね、あれとコンタさんの絵を並べてこうどっちも採用みたいなあくまで同じものを描きましたみたいな。なあ。どうなんこれ。はい。まあそんなわけですよ。はい。うん、はい、ね、こんな曲ですよっていうのをどっかで流しとく。そうですね。そうですね。うん、流さないと。いやーあれね、うん、もう。いや多分ライブでやんないと思うんだけどね。えやりましょうよあれ。なんかさ、うん、あのすごくいい、何も言わないわ。なんつったらいいんだろうね。うんうん、いやでも個人的にはまあまあいいと思いますけど、キャッチーだし。ちょっとね、うん、まあまあやりすぎてはいないんですよ。うん、なんかある意味ね。うんうん、どうなんですかね。まあ聞いてみてくださいということなんですけど、どこで聞けるのかって話ですよね。そうだね。どこで聞けるのかわからんけど、うん。じゃあこの後ろで今流れてるわ。マジですか？いや流れてないかもしれないな。うん、どうだろう。だってこれ編集しなきゃなんないじゃん。まあそうちょっと大変ですね。だな。あんじゃない。来週わかんない。来週のラジオのトークの裏あたりとかしたら。そうね。ちょっとなるかもしれないね。なるかもしれない。はい。なるかもしれない。ということであの来週も聞きましょう。うん、そうだね。はい。ね。はい、そのまま28日も来ましょう。そうだね。ね、はい、ちょっと待って、うん、来週って何日、はい、オンエアは、15に7を足して22、うん、そういうことか、はい、うん、そういうことです。そういうことだ。俺1週間抜けてたわ。おお、俺そのマカナ17の次の週が我々のコンタドルのライブだと思ってた。はいはいはい、違うね。一周あるね。一周というか、そう、うん、まあ、うん、そうですね。結構ね。うん、まあ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 、はい、はいはい、ということ。ところでも一瞬ですからね。そうですね。油断してるともうあれですよ。そうだな。夕立のようにね。あ、本当ですよ。いや怖いわ。はい、というわけでですね。はい、これでまあ言い尽くすことは言い尽くしたかな。そう、もうあと思い残すことはないわ。はい、じゃあ、 あとは我々としては来週のかき氷を楽しみに。そうね。はい。じゃねえことを祈るな。はい、あのすごい美味しいの4種類ジェニコ先生持ってきてください来週ね。あの美味しいやつですよ。そう。やっぱさ練乳いちごじゃない。ああ、ね、ちょっと高級感がありますね。振りを出しといて、じゃんけんのさ、俺チョキ出すから、ね、最初に言うような感じで、ですね、はい、練乳いちごだよね、やっぱね、はい、言っとけば。なるほど。あとさっき言わな、本編で言わなかったな、宇治金時とか。あ、宇治金時ね、うん。うん、あるな。はい、まあいろいろかき氷もなんかほら高級なやつなんかいろいろありますよね。ああ、ね、うんうん、果物入ってるやつとかもあるじゃん。ありますね、うん、ああいうのがいいな、食べるんだったら。そうですね。なんで我々プレートで言ってるんですか。ただの氷。南極の氷とかね。ああ、あったよね。なんだっけ、なんかなかった。あったかもしれない、南極の氷って、うんうん、そんないいの。いや、うん、じゃあ行きます南極。行く？お前ライブで MC でさ南極で行くって話してたじゃん。いやじゃああれメタリカがあんなとこでやるから悪いんですよ。本当に以前はでも南極行ってもういつものように裸でライブやるわけだから俺大丈夫かどうか心配よちょっと。いやそれはねさすがにねもうあれですよ、毛がもう産毛がこういう大変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 、うん、でも、はい、あのほらペンギンとかまあ、服着てないじゃん。まあ、服は着てませんけど、ね、あの服より上等な。ああ、はい、そういうこと。そうですよ。うん、あの毛生えてるもんね。生えてますよ、うんね、はい、我々本当何もないですからね。そうだな、はい、植毛していけばいいんじゃない。植毛体中ペンギンの毛。ペンギンの毛じゃねえってなんか皮か、うんうん、ペンギンの着ぐるみで。そうだね、はい、うん、ペンペンで行きましょう。はい、はい、じゃあまあそんな感じで、はい、来週もまたお届けします。はい、何で行けるかな、はい、いつか、はい、まずは明日明後日17日ですね。そうですね、マカナにぜひいらしてください。はい、というわけでした。はい、じゃあ皆さんまた来週。
バイバイ。バイバイ。